この店で買ったらいいの。白髪医師に来ていただいたんじゃないかな。こんな声出すやついないよ。クリスマス。これを食べなさい。この店で買ったばかりのシベリアです。はい、いやー、参った。クビじゃないですか。食べます。スタンドついたりなんかするけど、まあそれは改善するとして。まあ何回かあれば。これの質とかそういうのはいける。いいんですか。うん、食べます。まあ、皆さんに言われちゃうことで。これはショッキングなニュースだね。ショッキングなニュース。俺もショッキングなニュース。でもね、やっぱりただもんじゃないんだよ、堀越二郎ってね。まあ、キスシーンもあるけど、いいや。まあ、そこはセリフやねんし。セリフないし。僕がやるわけじゃないし。声に何考えてるか分かんないとこがあるからいいよ。それは褒めてるんですかね。つかめないですよね。もうちょっと嫌になっちゃったんですよ、いろいろ。役者さんですか。うん、役者さんが。その声優じゃないんだけど、なんかね、みんな同じような感じで喋ってるんだよね、うん、相手の心を思いばかってばかり言ってね、ばかってるふりをして、それで感じを出して、感じが出てる僕っていうね。あんなで行こう。はいはい。そんなことない。そんなことない。人生一戦21世紀だね。俺はものすごく嬉しいよ。声に何考えてるか分かんないとこがあるからいいよ。堀越二郎ってそんなに理解された人間じゃないと思うんだよね、周りから。これまだ言いふらさない方がいいのかな。はい、まじもう、もういいんじゃない。すごいことになりました。堀越二郎はファンの出会いか。決まりました。決めました。本当に堀越二郎。